はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。今回ムササビトリートメントの説明をしたいと思います。基本的にですね、ムササビトリートメントは、混ぜるだけで大丈夫なんですけれども、例えば、自宅のトリートメントもしくはリンスに、5% ぐらいですね、混ぜて、マドラーで攪拌していただければ、もうそのままトリートメントという形で使うことができます。まあ、美容師さんもね、いつも使っているトリートメントに混ぜていただいても、使えます。あとは、例えばムササビトリートメント、これは100均のボトルに入れると使いやすいんで入れ替えてるんですけれども、これにですね、まあちょっと高濃度になるんですけど 10% の水で 10% のムササビ水を作って髪の毛に塗布して前処理として使うと、スプレーヤーでも使えますし、まあ、直接こういう風に漬け込んでもいいです。 10% はちょっと濃いのでちょっと濃いめのトリートメントになります。はい、シャンプー台で全体的につけて、その後手術に入ったりすることがありますね。あとはこれカラー剤に混ぜてるんですけれども、カラー剤に混ぜた後このような感じで使うこともできます。はい、これはヘアリーシャンプーが新しく出ましたんでよろしくお願いいたします。